です。あら、お、かっこいい。かっこいいよこれ。これは海外用？なんか、多分そうっす。野球っぽくない？野球っぽくないっすね。そう、マークがかっこいいなと思って。確かに。これあの、これ昔のアディダスのマークらしいっすよ。ええー、そうなの？はい。ほんまに？何それ？ダブルベルトみたいな。ダブルベルトではめると、あの手首の固定ができるんですよ。田口スポーツさんの帰りですが、あれ、なんか休憩してる2人がいてます。お疲れ様です。はいっす。今日はちょっとバッテ紹介してほしいんだけど、バッテって持ってたりするかな。ないっす。ないっすか。じゃあお疲れした。お疲れした。バッテ紹介してもらっていいですか。はい。なんか結構バッテいっぱい持ってるイメージなんで、ハイサイズヒット打った時はこうなります。じゃあまずしゅんくんから。いい人出ていいよ。臭ないか、めっちゃ臭い。ファンチャンネル。まず一つ目お願いします。はい、はい、フランクリン。お、これ母の日モデル。そうです、母の日モデル。これなんで買ったんですか。え、可愛いからです。ただあ、可愛いって、皮がいいって意味ですよ。あ、そっち。はい、かマザーズデーのやつ、ね、マザーズですね。フランクリンどう。僕はあんまり好きじゃない。あんまり合わへん。はい、母の日に。そうですね、5月13日ぐらい限定の、限定でやつですね。いいですね。これちなみになんぼ。6000円ぐらいだったかなと思います。6000円か。はい、地元のスポーツ店で買ったんで。おお、滋賀の。はい、ファンチャンネル。はい、じゃあ2つ目。おお、これめっちゃかっこいいやん。これ初めて見たかも。あのスラッガーの東京支店で買ったんですけど、東京行った時に。東京。これって他の野球ショップ売ってる。いや、売ってないです。あ、やっぱ嘘やんな。東京支店限定らしいです。めっちゃかっこいい。これね、ソウル用もこれあるんですよ。へえ。今度東京行ったって買おうかなと思って。なるほど。え、これ何素材？分からんす。革じゃないの？革じゃないんすよ。へえ。めっちゃいいっす。え、裏は？裏は。これ材質何か分かる？多分革や、羊やと思うし。羊か。分かんないですけど。スラッカーのさ、バッテあんま使ってる人あんま見ない。あんまいいよな。これはあの僕がタイガースの木並好きなんですけど、木並がこれとほぼ同じやつ使ってて、はいはいはい、欲しいなと思って買ったんですけど、これめっちゃいいっすやっぱ。だからこのグーパーするとこはちゃんとこう伸びがある素材使ってるな、ね、へえ、これで映える。めっちゃかっこいい。これいいっす。これいくら。これ7000円ぐらいっす。あー、ちょっとやっぱ定価プラス1000円ぐらいだったと思うっす。高いな、やっぱ。まあ、でも限定ってことやな。もう多分売ってないんちゃうかな。ふえ、レア。レア。じゃあこれが今1軍。これ1軍っす。はい、じゃあ次お願いします。ファンチャンネル。これっす。あ、お、かっこいい。かっこいいよこれ。これは海外用。なんか多分そうっす。え、これ日本売ってる。売ってないんじゃないですかね。おお、あ、だから店舗さんがもしかしたら海外に輸入してたら、海外からやってたら、やってたらあれっすね。これ誰モデルですか。これとフランシスコ・リンドア。リンドア選手モデル。有名。俺ちょっと分かる。あ、リンドアめちゃくちゃ有名です。めっちゃ有名。どこで言ったか、プエルトリコ代表かな。へぇ、のショートセカンドショート。これはどうやって購入したんですか。あ、いろいろあったっす。いろいろあったっす。いろいろあって手に入りました。かっこいいんですけど、あの分かるっすか。木製バットやったらこれいいんかなって感じ。はい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 。ちょっとごっつい感じ。ビヨンドとか あのグリップとは僕合ってないと思うんです。正直スプレーつきしっかりスプレーしない。そうだから、それこそ大学野球やってた時とかやったらこれ使いたかったっす。うんうん。でもかっこいいな。矢につけたらいいと思うんですけど、はいはいはい、現状これには勝てんす。これが一番いいっす正直。あ、でもこれグリップ力ありそうな。あるっすね。ブツブツついてて。いやし、なんかね、これはめたら打てるんですよ。お、なんかそれ言っとったな、車で。スラッガーのバッテって全然人使ってないからあれやったんですけど、うん、スラッガーのバッテはめてから高校の時も打てるようになって、なんかやっぱ合う。合うっすね、このバッテなんか合うんすよ。フィーリング、やっぱフィーリング大事にする男やもんな、はい、さっきの動画もそうやけど、もちろん感覚がすごいいいっす。これいいっすね。なんか野球ショップとテンション変わったな。あ、まさか。あ、これ世界で一番高くね。おい、貸して。けど買う、これ買うさ。ドーツさん好きになったんだよ。え、買う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 って。うーん、まあでも好きな人は好きよな。好きな人は好きでしょうね。レアな僕ちょっとね、フランクに合うと思ってたけど合いに買ったんでね。まあでも好みよね、やっぱ薄めが好きな人は、めちゃ臭いなここ本で。猫の分、猫のちょんべんと。めっちゃ臭いわ。まあ大阪にはない、大阪にない匂い、うん、ありがとうございました。はい、はい、じゃあ次シャン。
来ました。シャン。ペテンシ。モザイクです。寝入ってるもん。お願いします。寝入ってる。僕1個目がこれいつも練習で使ってるんですけど、はい、ローリングスですね。おーローリングスさんも4000円ぐらい買えるんですけど、はいはい、まあ、値段もちょっと安めなの。そうですね。おー結構振ってるな。もう1年以上使っててだいぶボロボロになってきて、ついにバッセンではこれ振ってますね。だからバッセン用って感じ。そうですね。なんでも穴開いちゃって、ただこれが一番手に慣れてた。へー試合でも打てるしっていう。だからローリングスでかくない？めっちゃでかいです。あやんな。これ結構 L サイズなんですけど、やっぱここまで余るんで。あまあ、じゃあこれもバッセン用。バッセン用でね使ってます。確かに。パンチャンネル。2つ目イーストン。おお。渋。これ前まで試合用で使ったんですけど、なんかここがあんまり馴染まなくて。あパッドみたいなやつ。パッド。あだからこれはもしかしたらあれなのかな、木製とか海外のメーカーとか。振るときにここになんか。抵抗つけて。いうなんちゃらこつ帽子みたいなやつ。まあ、振っててこれがあんまり好きじゃなくて。でもなんか馴染みはすごいんですよ。スパイダー的な。そう、グリップがめっちゃいいんですよ。振りやすいんですけど、ここはすんごい嫌で変えました。あ、変えた。これちなみにいくら？これ6000円ぐらいです。あ、結構するね。まあ、いいそうなんで。結構かっこいい、かっこいい。馴染みはいいんですよね。じゃあやっぱ海外サイズが好きなの？そうですね。結構大きめが好きっていうのと、あとみんな使ってないと使いたいっていう。あ、確かに。でしかもさ、これなんかさ。なんかおもろい。これなんていうの？なんか自転車みたいな。ツールドフランスに。あ、そう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 。なんか野球っぽくない？野球っぽくないっすよ。そう、マークがかっこいいなと思って。確かに。こうあのこれ昔のアディダスのマークらしいっすよ。そうなの？はい。ほんまに？嘘。パンチャンネル。はい。次。最後は三つ葉タイガーですね。最近ちょっと有名になってきて。お、確かに。あのそうオリックスの福田が、はい、福田選手が使ってたんですけど。オリファン。オリファンでこれ、うん、これのいいところは？そうですね、やっぱ他のバッテと違って。何それ？ダブルベルトみたいな。ダブルベルトではめるとあの手首の固定ができるんですよ。結構あの今手首でなんか巻くだびとか巻かれる人いると思うんですけど、はいはい、こう巻いて、いや、ね、ロックがかかるんでグッて巻かれるっていう。ダブルやけど方向が違うんやな。そうですね。なんで巻き方によってはなんかこう巻いてもっとなんていうんですか、グッと固定したりとかできるんで。手首もロックできる、はい、これすごいっすね。ヤジはこのイメージ。そう、これが大好き。で俺三つ葉タイガーヤジが使ってるの以外見たことない。そうなんですよ、まだいなくて。使ってる人おったらぜひコメントにお願いします。今ですね。はい、はい、じゃあ今回はバッテ紹介でした。ありがとうございました。ありがとうございました。何？次4日だよ。違うか。誰？これ著作権大丈夫か？お疲れ様でした。おおきに。さやきワンチャンネル。